ようこそ硬質ラボへ。芸術の秋が私たちのもとにやってきました。この美しい季節に皇后雅子さまはご家族とともに工芸品の素晴らしい鑑賞の時間を過ごされました。そんな雅子さまが選ばれた秋の芸術鑑賞ファッションにきっと多くの方が心惹かれ共感を感じることでしょう。どうぞその詳細を一緒に楽しんでみませんか。ぜひ最後までご覧ください。1996年9月サントリーホールで行われたオランダアムステルダムのロイヤルコンセルトヘボー管弦楽団の来日コンサート。そこで雅子さまが選ばれた鮮烈なブルーのワンピースはまさに目を奪われるほどの美しさでございました。総柄のお洋服選びでは色の選定が極めて重要です。雅子さまがお召しになったこのワンピースのような同一色調の濃淡を生かしたデザインは過度な華やかさを抑え品の良い大人の雰囲気を保持しています。胸元に施されたギャザーデザインは全体のシルエットに軽やかさをもたらしさらにアクセサリーの美しさを引き立てる上品なアクセントとなっています。後方に優雅に巻きつけられた帽帯とその目を引く色彩ととろみのある素材感は特別な日の特別な装いとしてひときわ印象的でございます。1996年10月サントリーホールでのウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のコンサート。その場に天皇陛下と共にいらっしゃった雅子さまの装いが目を引きました。その日雅子さまが選ばれたのは艶と柔らかさを併せ持つロイヤルブルーのワンピース。ワンピースの素材はただのとろみだけでなく繊細な光沢感も持ち合わせており極めて華やかでございます。またその色彩としてのロイヤルブルーと白のパールアクセサリーとのコントラストは雅子さまのお顔を一段と明るくそして華やかに演出しています。デザインには首元が詰まったスタイルを採用しておりますがその光沢感ある素材感のおかげで重厚さを感じさせず上品な装いとして完結しています。また首元の華やかなコサージュはお顔をより引き締める効果がありとても魅力的です。1998年10月雅子さまが光沢と深みをたたえたモスグリーンのワンピースをまといボローニャ歌劇場の日本公演を楽しまれたことは多くの方々の記憶に新しいことでしょう。このワンピースの胸元のデザインはまさに目を引きつける美しさです。高いデザイン性を持つため雅子さまのようにアクセサリーを控えめに選ぶことで全体のハーモニーを保ちつつ洗練された印象を与えています。上品でありながらも少し大胆な大人の装いと言えるでしょう。そしてその深いモスグリーンとベルベットの質感は秋の季節感をしっかりと感じさせてくれるものでございます。1998年10月東京都中央区の王子ホールでのスコーレコンサート。その場に雅子さまがアニマルプリントを取り入れたブルーのワンピースで現れられた際の印象は多くの方々にとって記憶に残るものとなったことでしょう。通常アニマル柄中でもレオパード柄といえばそのダイナミックなイメージが強いですよね。しかし雅子さまがお召しになったこのワンピースは細やかな柄に加え
深いブルーと黒というダークトーンの配色により、派手さを感じさせない上品な仕上がりとなっています。デザインも独特で、スカート部分がややフレアになっており、エレガントなシルエットを描いています。さらに、このダークトーンのワンピースにやや存在感のあるパールのネックレスを組み合わせることで、全体のバランスがとても良く、ワンピースの独特な柄以上にアクセサリーが際立ち、貴族的な雰囲気を醸し出しております。2001年9月、トッパンホールでの名チェリスト、ヤーノシュ・シュタルケルの演奏会。その場に雅子さまがお越しになった際、ご出産を約2ヶ月後に控えているとは思えないほど、清楚で上品なブルーのセットアップとローヒールの靴のコーディネートが多くの方々の注目を浴びました。心安らぐブルーのセットアップは、雅子さまを一層清らかに、そして美しく見せています。ローヒールの靴を選ばれても、お洋服の縦のラインが綺麗に出ることで、全体のバランスが絶妙です。そしてデザインがシンプルであるため、ブローチや三連のパールネックレス、そして目を引くイヤリングといったアクセサリーで適切なアクセントを加えることで、より一層雅子さまの魅力を引き立てております。2012年10月、国立劇場で開催された文化庁芸術祭オープニング公演、伝統音楽の美、雅楽。この貴重な公演にご夫妻でのご出席が実現し、多くの目を引きつけました。その中で雅子さまが選んだ衣装は、上品な輝きを持つセットアップで、まるで夜空の星のように輝いていました。光沢を放つそのセットアップは、フォーマルな場にふさわしい品格を持ちながら、エレガントな雰囲気も存分に放っております。見た目はシンプルでありながら、ジャケットの襟やカフス、そしてフラップポケットのデザインが独特なアクセントを添えています。さらに、ネックレスからイヤリング、指輪に至るまでのアクセサリーがパールで統一されており、雅子さまの上品で洗練された魅力をさらに際立たせているように感じます。2018年10月、映画「旅猫リポート」のチャリティー試写会。その特別な日に、天皇陛下と雅子さま、さらに愛子さまというお三方が揃ってご参加されるという、記憶に残る瞬間でした。雅子さまがお召しになったゴールドのドレスは、長めの丈と裾のフレアデザインで、洗練されたエレガンスを放っております。襟元やカフスの部分に使用された、より一層光沢を感じる生地が、全体のコーディネートに絶妙なアクセントを与えています。また靴はドレスと同色でまとめられ、その一貫性が雅子さまの美しい足をさらに長く見せているように思います。そしてアクセントとして選ばれた白いバッグが、全体のコーディネートを明るく、そして爽やかな印象に仕上げているのが感じられます。2023年9月、一段と落ち着きを増した季節の中、日本工芸会の作品展にて、天皇皇后両陛下と愛子さまが工芸の魅力を堪能されました。その中で雅子さまが選んだ衣装、純白のワンカラーコーデが、多くの方々の目を引きました。雅子さまのまとう全身白の装いは、一見シンプルながらも清らかさと上品さが際立っております。ジャケットの襟や袖に施された繊細なブレードデザイン、そしてパールのアクセサリーといった
異なる素材やデザインの白を絶妙に組み合わせることで、白一色のコーディネートにも奥深い表情と立体感を持たせているのが感じられます。いかがだったでしょうか。雅子さまの秋の芸術鑑賞ファッションには多くの方々が心を惹かれ感動を覚えるでしょう。その細部までこだわり抜かれた選択は私たちにとっても大きな学びとなります。まさにその一つ一つが芸術のようですね。今回の動画は以上となります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気軽にコメントをお寄せください。この動画に対していいねボタンで評価いただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、あなたのチャンネルの登録をお待ちしています。それでは次回、またお会いしましょう。